1回目以降は。まず特殊メディアズが7点を取りました。27対20という点差になります。今度はアサイビールシルバースターが25ヤードラインから同様に攻撃を行います。シルバースターは必ずタッチダウンを取らなければいけないし、取った後キックでもツーポイントでもいいということになります。高校のサイリングはフォースダウンまでプレーをします。